どうもどうも、ゆうです。マリオメーカー2の実況をやっていきます。今日やるコースはこちらのコース。ウェイグラース、ワッチタワー、クリエイツが 0.44%、チャレンジ数が4711分の、なんぼだって。4711分の21。よし、やっていきましょうか。ちょっと一瞬、切り替わって見えなくなっちゃった。ウェイグラースってなんか、花ちゃんってことじゃなかったかな、それ。確かね、英語で花ちゃんの名前がそれだったと思うんだけど。さあ、しかしコースを無視して上から行く。これがあるだけか。あるだけ？縦スクロール。わあ、何そんな感じっすか。花ちゃんタワー。長、あ、キノコ、キノコ欲しい。大丈夫か、これ。キノコ、これはキノコ欲しいだろ、さすがに。うわ、怖っ。あ、置いてかれる。よし、これ左から行けばいいか。え、間に合わない。キノコ取れんの、あれ、キノコ。めっちゃ幅寄せしてくっから、こいつら。よし、取れるじゃん。あー、キノコ。全然意味ないし。よし、とりあえず突破だ。危ね。やめろ、幅寄せやめろ、こいつ。よし。よっ。危ない。よいし。なんとかね、キノコの。ああ、食らっちゃうか。おお、なんか変わった。おお、なんか変わった。まあでもさっきよりはマシじゃないか。さっきよりはやりやすい。あんな、誰がそんねん。誰がそんなコイン取るんだよ。バカ野郎、バカ野郎、誰がそんなコイン取るんだ。おお、長い長い。よーしよしよしよし。おお、すごっ。絵面がすごいな。よーし、まずは中間。さあ、また来るのか。さあ、こうして。いや、あ、鉄球で花ちゃん倒れちゃうか。その鉄球は背景ではなくて、花ちゃんがどんどん、よし。花ちゃんがどんどんやられていく。足場がどんどんなくなっていく。あっ、ブーッチ。いや、久々にね、うわーおー。いやー、こんだけの個性的なコースも久々に見ましたね。いいっすね。やっぱアイディアは大事よ。で、で、あー、そっか、スター取ったらあかんわ。やっぱオリジナリティっていうのはね、オリジナリティのあるコースを作るのは良いことだと思います。わっしょいん、わっしょいん。やべ、間に合わねえ。バンドゥドゥ。ピヨン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 。よし、もう最初から4体だけにしときゃまあ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 、4体だけにしてたら面白くないか。だんだん崩れていく。まあ、崩れるの早すぎだけど、徐々に崩れていくんじゃなくて、もう速攻でいなくなっちゃうから。さあ、上に登っていく。上に登っていく。なんだパウ。ああ、何パウを叩いて、とりあえず叩いていこう。左で何かが作動する感じだな。さあ、いやー、邪魔邪魔、トゲが邪魔。うわ、届かんやん。うわー、ああ、足場が。そっか、この花ちゃん2列で上の段にいる時じゃないとパウには届かなさそうだね。危ない危ない。足場も見とかないと。うわー、何、しょうがないな。ここは一旦トゲに当たらないように我慢の時だ。よし、来た。うわ、届かないし。なー、うお、危ね。ふわふわしてっから。よーし。これであそこに、あの足場に登ればいいんだな。ちょっと花ちゃんが上に来るのを待っぞー。よし。右側に待機して速攻で全部叩く。あー、もう邪魔。あー、くそ。おい。このふわっ
と上に上がった。まあここだけはしょうがないか。連続で速攻で潰すことはできないんだろうか。まずは我慢の次で、うん、いいね。よし、落ち着こう。まず一旦落ち着こう。あーそう、あと登るだけってとこまでは。あ、持っちゃったよ、持っちゃったよ。あばばば、よし。まあね、あと一歩なんですよ。登れば終わりってとこまでは来てるんだけど。な、のほほほ。くそ、もう一旦、もう一旦耐えなければ。あぶねえ。うわし、無理はしないで。よし、おお、あったった、いけるか。オッケー、シャーシー、スイヤーゴールかな。左行ったらもうこれ戻っちゃうかな。まあね、あーゴール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 、いいえ、いいね、いいですね、とてもいいですね、いいです、とてもいいです。花ちゃん、花ちゃん軍団を足場にした縦スクロールのウォッチ、ウィグラースウォッチタワー。いや久々にね、いや久々にね、いや本当にいいですね。こういうコースは本当に好きです、とてもいいです。ファーストスイッチスインキング2、お、ファーストスイッチシンキング2、素早くスイッチを考えて叩け、いい的な感じですか。おい、強制スクロール、おお、なるほどね。あ、ちょっと早すぎたっすか。そうか、ここでちょっとギリギリまで待ってから飛べと。はいはいはい、さあ、ディリリッディンディーンディ、わあ、つらら来ないし、ここで振ってれば、え、してくんのこれ。あ、来た来た来た、よし、ここもじゃあギリギリ前に引きつけてから飛び移ると。さっきの失敗をね、教訓にしていく。うい、あばばばばば、うい、ディールルルルル、おお、収穫か。さあ次は、さあ強制スクロールなんかね、きっちりとオンオフを、あー、きっちりとオンオフをね。でこう頭ぶっけないように、でいいですね。お、ま、あー、上がっちゃった。まあ、中間だからいいか。いいな、なんかBGM、 この BGM とコース合ってますね、合ってますね、いいですね、この BGM とマリオギャラクシーの BGM ですか、とこの空の強制スクロール、雰囲気が合ってるな、すごいマッチしてる。ドゥルルルドゥーン、シャイン、さあ、あれ、ん、あれ、ど、あ、戻って、え、怖っ、え、怖っ、
危ない。うー、いけた。うわー、よし、後半パチッと一発で。後半は後半一発でいけたな、今多分。いいね、ファーストスイッチシンキング2。おお、いいですね。とてもスイッチのね、スピードランとかは結構最初の頃なんかよく見かけたけど、こういう強制スクロールで切り替えていくコースはどっちかっていうとスピードランと比べると珍しいですね。いやー、面白いコースでしたね。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。